沖縄電気、沖縄電気は、戦前の沖縄県那覇市を中心とした地域に電気を供給していた電力会社である。同社が運営していた路面電車についてもここで述べる。大阪の災害電気商会、災害東吉社長が全国展開の一環として沖縄県への進出を目論み、1908年、明治41年に沖縄出張所を開設した。 その2年後の1910年、明治43年1月には電力供給事業が許可され、同年4月に沖縄電機を設立、同年12月には那覇市内に発電所が完成し、那覇や首里及び島尻郡に電気を供給した。大正時代に入ると、過大な事業拡大で資金難に陥った災害電気商会の経営が破綻。 全国の系列会社は整理統合され、沖縄電機も埼下東吉が社長職を辞し、日本工業の管理下に入った。その後、1916年、大正5年に、鹿児島県出身者による運営体制へと移行するが、1927年、昭和2年には、東京資本による運営体制に移行、実態はのっとりした。 しかし、施設の老朽化で維持費がかさむようになると、東京資本が撤退して1939年、昭和14年に、熊川水田の系列に入り、さらに1943年、昭和18年には、戦時の拝電統制で、九州拝電沖縄支店取ったが、太平洋戦争末期の1944年、昭和19年には、アメリカ軍の攻撃で、発電機能を停止した。 災害電気商会は、沖縄本島での電力供給事業とともに、那覇と首里を結ぶ電気軌道の企業も計画し、1910年3月に通道大門前から、首里回し1件の軌道不設の許可が下りた。電力会社が電鉄を兼業するのは、当時の一般的なビジネスモデルで、大口の供給先を確保するとともに、一般世帯への宣伝効果も狙っていた。 沖縄電機の場合は、子会社方式で路面電車を運営することとし、1911年、明治44年5月に沖縄電機機動を設立、翌1912年、明治45年9月に工事志向の認可を受けて着工する。着工直後に、災害電機商会の経営が破綻したものの、沖縄電機と共に、日本工業の管理下に入って、工事は続行され、 1914年、大正3年5月にまず大門前から、首里館 5.7km が開業した。なお、開業前の試運転期間中には、脱線事故やポール脱落事故などを引き起こしており、全評判はかなり悪かったようである。また、首里回し1件は建設されず自前だった。開業直後こそ、物珍しさから混雑したものの、 当時の沖縄本島民にとって、那覇主理官は、徒歩移動の範囲内という認識があったためか、輸送人員はすぐに落ち込み、開業1年目は1日あたりの輸送人員が当初、見込みの4分の1、約1000人にとどまった。さらに建設費などの債務も加わり、沖縄電気軌道はすぐに経営難に陥ってしまった。このため、沖縄電気は軌道事業を直営化するとともに、 通り道方面へ早期に延伸して経営再建を図ることを計画。1915年大正4年12月に沖縄電気軌道を買収し沖縄電気軌道部による運営に移行した。その後、1917年大正6年9月に大門前引く通り道間 1.2km が開業した。大門前から首里間の開業を年目からは当初、 見込み並みの輸送人員を確保し、沖縄電機の直営化後は、比較的安定した経営を続けていたが、1929年、昭和4年に1月に並行するバス路線が開設されると、油人員は、急速に減少。1931年、昭和6年には車両を増備して、増発を行うなど、積極的な対抗策が取られたものの減少に、歯止めがかからず、 1932年、昭和7年に、機動事業からの撤退を決定。翌1933年、昭和8年3月に、全線の休止が許可され、同年3月16日に、西部門通り道館が休止。続いて、同年3月20日には残る西部門手裏館も、休止となり、同年8月12日に全線が正式に廃止された。 電線の所要時間は約32分、運転間隔は日中9から18分だった。大門前から、首里館の開業当初は36分間隔だったが、利用者が比較的多かった大門前から、草原時間では、区間運転便も設定して、運転間隔を詰めてた。トンから私、私島へ渡ん地前から、店の前から、郵便局前から、市場。 松田石橋、松田橋から、大門前、宇府城の前久米西部門、西新城から、裁判所前若狭町から、片割る影区、泊高橋泊前,前道草原寺から、女学校前坂下観音堂修里。すべて木造車体の二軸車で、当時としてはごく標準的な形態の電車であった。路線の多くが、道路、現在の国道百九十号、国道十八号、 県道47号、県道43号、県道29号など上に付設された路面電車であり、廃止後に軌道が撤去された上に、後年の沖縄線で残った遺構も破壊され、残る遺構は沖縄とホテルの裏にある兄弟のみとされてきた。2010年、平成22年になり、那覇市松川の民家の庭先で発見された約5メートルの レールが沖縄電気軌道のものと確認された。廃止後に家の量として使うために譲り受けたものと推測されている。このレールは現在沖縄都市モノレール本社内のユイレール展示館に展示されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。